を採用する比較的動作は軽く、派生ディストリビューションの中では、長期サポート版がも含まれる数少ない存在である。軽量化の方向性としては、ルブンチュやリナックスミントなどと競合している。日本では、大阪府片野市で、サポート期間が終了した、Windows2000 搭載パソコンでも動作する軽量な代替 OS として採用されている。 初期のズーブンチュのロゴズーブンチュは当初ウブンツ5.10と同じタイミングでリリースされることを意図していた。しかしながらこのリリースの時点までには作業が完了しなかった。その後最初のズーブンチュのリリースはジャニマネシーズに主導されウブンツ6.06ラインの一部としてクブンツとエズブンツと共に2006年6月1日にリリースされている。 ズフスデスクトップ環境は、Ubuntu のデフォルトの GNOME よりも、より少ないシステムリソースで動作することを意図されている。2010年9月の時点で、ズーブンチ開発者は、ズーブンチの最小限なラムの必要量は 128MB で、あるとし、256MB のラムが強く、推奨されるとしていた。ズーブンチ 6.06LTS ダッパー。 ドレイク最初のズーブンチュの公式で独自のリリースは6.06で、これは2006年6月1日に利用可能となった。このバージョンは Linux カーネル2.6、15.7とズフス 4.4β1 を用いており、サナー、GDM、AB ワードなどのアプリケーションを含んでいる。ズーブンチュ6 1 0 g f とズーブンチュ6.10 は2006年10月26日にリリースされた。このリリースでは、ズフス 4.4β2 が用いられており、アップスタートも含まれている。また、このリリースはデザインされ直した各種テーマを含んでおり、64メガバイトのラムで動作する。ズーブンチュ7.04ファイスティーファンズーブンチュ7.04は2007年4月19日にリリースされた。 このバージョンは、ズフス4.4を用いている。ズーブンチュ7.10ガッツイギボンズーブンチュ7.10は2007年10月18日にリリースされた。このリリースは更新された翻訳を含み、マリナストームクラウドと呼ばれるマリンエンジンを使った新しいテーマが含まれる。ズーブンチュ8.04ハーディヘロンズーブンチュ8.04は LTS 版で、 2008年4月24日にリリースされた。このリリースでは、ズフス4.42が用いられ、ポリシーキットが導入されたほか、パルスオーディオ、新しい印刷マネージャー、ブビーなども導入されている。ズーブンチュ8.10イントレピッド i b z x ズーブンチュ8.10は2008年10月30日にリリースされた。このバージョンのズーブンチュは、 新しい AB ワードのバージョンが用いられており、トーテムメディアプレイヤーやキャットフィッシュデスクトップ検索アプリケーションなどが含まれている。ズーブンチュ9.04ジョーンティージャッカロープズーブンチュ9.04は2009年4月23日にリリースされた。このリリースでは起動時間の高速化が図られている。また、ズーフス4.6を用いており、 新たな設定マネージャーやズコンフ設定システム、リモートファイルにアクセスするためのジゴロアプリケーションなどが含まれている。ズーブンチュ9.10カーミックコアラズーブンチュ9.10は2009年10月29日にリリースされた。このバージョンはズフス4.61を用いており、グラブ2を使うとともに X と4が デフォルトのファイルシステムとして採用されている。また、Excel 音楽プレイヤーが含まれている。ズーブンチ10.04に LTS ルーシドリンクス、ズーブンチ10.04は LTS 版で、2010年4月29日にリリースされた。このリリースでは、X1000 円がシンプルスキャンに置き換えられ、Ubuntu ソフトウェアセンターが組み込まれた。また、デフォルトのテーマとして、 シマーチームによりデザインされた、更新されたバージョンのアルバトロステーマが用いられている。ズーブンチ10.10 10マーベリックミーアキャットズーブンチ10.10 10は2010年10月10日にリリースされた。このリリースにはズフボーンアプリ、ズフス4、タスクマネージャーアプリ、メディアプレイヤーのタローレなどが含まれている。この変更によってメモリのフットプリントが より小さくなっている。また、シマーチームによる、ブルーバードテーマが新たに導入されている。ズーブンチュ11.04ナッティのあるあるズーブンチュ11.04は2011年4月28日にリリースされた。このバージョンはズフス4.8を用いており、メニューエディターを用いて編集可能なメニューが導入されている。また、このリリースでは、 エレメンタリーズーブンチュアイコンテーマが導入され、ドロイドフォントがデフォルトのフォントになっている。ズーブンチュ11.10オニリックオセロットズーブンチュ11.10は2011年10月13日にリリースされた。このリリースでは、グサムが新たな画像ビューアーとして導入され、ライトドムがログインマネージャーとして用いられるようになった。 ズーブンチュ12.04は LTS 版で2012年4月26日にリリースされた。このリリースは新たなロゴや壁紙を含み、ユビキティ、プリマス、ライトドム、ターミナルなどのテーマにも変更が加えられている。ズーブンチュ12.10クワンタルケッツァルズーブンチュ12.10は、 2012年10月18日にリリースされ、ズフス4.10が導入された。このリリースから、パエ、e、のサポートされるハードウェアが32ビットシステムでは要求されている。ズーブンチュ13.04レアリングリングテール、ズーブンチュ13.04は2013年4月25日にリリースされた。このリリースでは、ジンプと ニューメリックが再び含まれるようになっている。ズーブンチュ13.10ソーシーサラマンダーズーブンチュ13.10は2013年10月17日にリリースされた。このリリースは新たなバージョンの設定マネージャーを含みドキュメンテーションの更新もなされている。ズーブンチュ 14.04LTS トラスティタルるズーブンチュ14.04は LTS 版で2014年4月17日にリリースされた。このリリース、マグショットアカウントプロフィールエディタメヌリバーメニューエディタライト、ロッカースクリーンロックなどが含まれている。ズーブン14.10ユートピックユニコーン、ズーブン14.10は2014年10月23日にリリースされた。 このリリースに含まれる新機能は少なく、この中には、ズフスパワーマネージャープラグインの追加などがある。ズーブンチュ15.04ビビッドバーベットズーブンチュ15.04は、2015年4月23日に、リリースされた。このリリースは、ズフス4.12を用いており、新たなカラースキームが含まれている。 ズーブンチュ15.10ワイリーウェアウルフ雑15.10は2015年10月22日にリリースされた。このリリースにはズフス4パネルスウィッチがパネルレイアウトのバックアップとリストアのために含まれている。また AB ワードとニューメリックがリバーオフィスに置き換えられている。 ズーブンチュ 16.04LTS キセニアルゼロスズーブンチュ16.04は LTS 版で2016年4月21日にリリースされた。このリリースではユーバブトゥー16.04と同様にウブンツソフトウェアセンターが GNOME ソフトウェアに置き換えられている。ズーブンチュ16.10ヤケティー役ズーブンチュ16.10は 2016年10月13日にリリースされた。このリリースでは目に見える変更は少ないが、ズーブンチュの GTK3 に向けた移行の作業が進められている。ズーブンチュ17.04ゼスティーザパスズーブンチュ17.04は2017年4月13日にリリースされた。このリリースでもズフスターミナルなどの GTK3 への移行が 進められている。ズーブンチュ17.10アートフルアードバーク、ズーブンチュ17.10は、2017年10月19日に、リリースされた。このリリースでは、グレーバード GTK テーマの改善などが含まれている。ズーブンチュ18.04に LTS バイオニック、ビーバーズーブンチュ18.04は LTS 版で、2018年4月26日に、 リリースされた。このリリースでは、ヒットピーがサポートされ、エビンスが、アトラルに置き換えられたほか、GNOME ファイルローラーが、イングランパに、また GNOME カルキュレーターが、メイトカルキュレーターに置き換えられている。また、このリリースにおけるシステム要件は、1GB の RAM と 20GB のハードディスク空き容量となった。 ズーブンチュ18.10コズミックカットルフィッシュズーブンチュ18.10は2018年10月18日にリリースされた。このリリースではウィンドウマネージャーの見た目に対する改善などが行われている。ズーブンチュ19.04ディスコディンゴーズーブンチュ19.04は2019年4月18日にリリースされた。このバージョンから ズーブンチュの32ビット ISO イメージは提供されていない。また、このリリースでは、ジンプ、リバオフィスインプレス、ドローなどが新たに含まれる一方、アプタールとオラゲは削除された。ズーブンチュ19.10エオアンアーミンズーブンチュ19.10は2019年10月17日にリリースされた。このバージョンはズフス4.14を含み、 新たなキーボードショートカットや ZFS ファイルシステム LVM などが含まれている。ズーブンチュ20.04は LTS 版で2020年4月23日にリリースされた。ウブンツとほぼ同時にリリースされる。以下の方法でインストールできる。ズーブンチには2013年現在のところ日本語のローカライズ版は用意されていないがユーザー個人で Ubuntu Japanese チームが Ubuntu 向けに用意しているローカライズパッケージを導入できる。これにより、Ubuntu Japanese チームが配布している Ubuntu 日本語、リミックス版と同等のソフトウェアがインストールされ、日本語化が容易になる。この他に、ズー b u n ューを非公式に日本語化したライブ CD も存在する。ズーブンチュー AAPC 専用に調整した。 イエキゾバントゥというディストリビューションが存在していた。シャレオーズは Windows に似た操作性でワインを標準搭載し、Windows アプリも動作する。ボイジャーはズフスを採用しているフランスの OS で独自の変更を加えたマコス風の画面が美しい。3 2ビット版と6 4ビット版のほかデビアンを母体とするものがある。ありがとうございます。